今回、GT 初の PSP タイトルということになります。実現不可能と言われた GTA の世界を、PSP で携帯ゲームで、再現することができた。火付け役となった GTA3 がですね、2001年ということで、時代背景が2001年で、リバティシティストーリーズが、その遡って3年前、1998年ということで、 GTA3 やった方はそのリバティシティという街、懐かしいその街並みで遊べると思います。主人公がトーニー・シプリアーニ。3の時はセント・マークスという場所でディストロのオーナーをやってた、キャラクターなんですけど、彼がですね、4年間の逃亡を経てですね、レオーネファミリーに戻ってきて、そこから、その新しい組織で、のし上がっていくっていう物語になってます。いろんな数々のミッション修羅場を、くぐってですね、3につなげてくださいという感じですかね。トニーの、ボスであるサルバトーレというキャラクターがいまして、で、そのサルバトーレの彼女のマリアというキャラもいます。トニーのお母さんまで登場してきて、それぞれですね、トニーに、難題を課してですね、プレイを困らせることがあると思いますけども、親孝行の一つとして、やっていただければと。お気に入りはですね、序盤に出てくるキャラクターなんですけども、 JD オトゥールっていうキャラがいます。彼はですね、あるクラブの、支配人でもあったりしまして、小太りでちょっと汚いキャラクターで、どの辺がお気に入りなんですか？ちょっと変態なところですかね変わってます。GTA3 の時のリバティシティではですね、大きな橋が、あったんですけども、過去に、なりますので、リバティシティストーリーズでは工事中になってますね。同じ街なんですけども、ところどころ違いがありますので、違いを探すっていうところでも楽しめるのかなと思います。今回も、数々のヤバいミッションが、用意されてるんですけども、個人的にはやっぱそのサイドミッション系が面白いなと思ってます。ヌードルパンクっていうミッションがあるんですけど、それはですね、パンクヌードルっていうヌードル屋さんに行ってですね、そこにあるスクーターをパチって借りてですね、お客さんから注文した麺類をですね、冷める前に届けるというミッションがあります。で、それ以外にも、トラッシュマスターっていうミッションがあるんですけど、ゴミ収集車を、借りてですね、ゴミを拾って、制限時間内に所定の、ゴミ処理場まで、届けるというミッションがあります。結局自分の、マフィアが乗っ取る街ですね、やっぱ綺麗にですね、していただければなと思います。ロックスターカスタムトラックスという、仕様があります。具体的にはロックスターカスタムトラックスというアプリケーションをダウンロードしてですね、でそれを使って、CD から曲を取り込んで、USB 経由でPSP につなげて取り込むという、うちのその開発の人間でもですね、日本の J-POP をですね聴きながら遊んでたりします。それはすごい違和感があってですね、ちょっと面白いかなと思います。PSP 版でならではのですね、GTA 初の、マルチ対戦、マルチプレイ、がですね、充実してます。最大、6人まで参加可能な、対戦ゲームがあるんですけども、7つ、それはぜひ一度体験してもらいたいなと思います。
というわけでグランドセフトオートリバーティーシティストーリーズはもう対戦が熱いということで、もう今までのですね歴代の GTA 作品を攻略してきました。我々週刊ファミ通 GTA 攻略チームがですねここに勢ぞろいいたしまして、皆さんにですねその楽しみをお伝えしたいと思います。まあ、ただですねゲームしてもしょうがないので、今回ですね我々ウェーブチームと週刊ファミ通チームの対戦でお願いしたいと。ファミ通ウェブチームはもう最強ゲーマー2人、大島君とスレグマーラ君をですね迎えて。おかしいでしょ。全然おかしくない。いや明らかに習慣じゃん。何が奥の金かかってんだろ。奥取るのに。まあまあね、うち本間ちゃんいるから楽勝。本間ちゃんいるからね。こいつも人を撃つゲームやらせたらねちょっとしたもんだちょっと語弊があるけどいやいや語弊なんかないよ。その前ですね、しかも勝利したチーム側にあのカプコンさんからですねソフトをプレゼントしていただければ。負けた雑誌側にはプレゼントなしですから。そして今回の対戦で使用するゲームモードはチームでリムジンを奪い合うゲットリムジン。互いに自陣のリムジンを守りながら敵陣営のリムジンを奪う。ウェーブチームはチームホレッリ、対する中間チームはチームシンガコを使用する。やんぞい、やりますよ。おいやめろおいおいおい、ゲーム開始。まずは双方リムジンのある陣地からスタート。週刊チーム本間、陣地の入り口を守るため車で封鎖し始める。来た。出れてる。やっぱ俺全然だったから。バリケードがけなげだな。全然役立ってねえわ。ここでポルの鈴木がリムジンを強奪。一方でスオミも無人のウェブ陣地からリムジンを奪い去る。やべ、超バイクで撃たれてる。自陣に向かってリムジンを走らせるスオミをママダが攻撃しながら追いかける。そこへなんとかロケットランチャーを回避したサジキクオ。しかし前方からポルノ鈴木が乗ったリムジンが。おーい、おーおーおー、危ねえ危ねえ。何この混雑具合。スオミ、リムジンに乗って陣地へと帰還。リムジン降りて1分間守り抜けば勝利だが、待ち構えていた大妻が体当たりで妨害する。ちょっとやっべ、超えらんねんだもん。もったいないもったいない。あ、燃え、燃される。もちょっとちょっとちょっと、燃え、リムジンが燃された。ごめん、せわー。一方、ポルノ鈴木も陣地目前。しかしここす、あー燃えちゃった、燃えちゃったよ。もう一回リムジン。マジで。これで両チームともにリムジンを失い仕切り直しとなる。ここで敵陣近くにいたママダが復活したリムジンをすぐに奪う。ちょっと、お、よし。これ自分ちどこっすか。やべ、盗まれてる。南今強引に行くから待て。ごめん、ちょっと。いや、今盗んでもう間に合わねえよ。遅れて週刊チームスオミがリムジンを再び奪う。その行く手を阻もうとポルノ鈴木とオズマが追う。ママダは味方陣地にリムジンを停車。1分間耐えるか、スオミの乗るリムジンを奪い返し2台所有すれば勝利となる。うわ、ちょっとやばいってこれ。やばい、よし、ちょっと死ぬ、人が死ぬ。何の話。よし、燃えた。燃えざまあ見ろ。ポルノ鈴木、リムジン破壊に成功。陣地のままでは敵の強襲で倒れるものの
ここでリムジンが復活。以来所有したウェーブチームが勝利。ウェーイ、はい、つわけで我々ファミツウェーブチームの勝利。プレゼントはウェーブに。どうですか、最弱の中間ファミツチーム。まあ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 ね、勝ってたらないないない、そんなのない。チームがまとまってないもん。すごい一致なくしてた。あんましてなかったね。まあ、そんなわけですね、グランツェフトとリバティシティストーリーズ、今回我々がですね、こう遊んだモード以外にもいろんな対戦モードありますから、ぜひとも皆さんもですね、お友達の皆さん集まって対戦を楽しんでいただきたいと思います。すでに発表されていますが、PS2 版のリバティシティストーリーズが、9月、6日、発売予定となってますので、 PSP 版持ってないという方、ぜひ、PS2 版を買ってですね、 GTA、の世界をですね、また楽しんでもらえたらと思います。